みな、はい、さん、こんにちは。セル英ゴソリューションスコースの田中あゆみです、えー。こちらの動画では、先日行われました英研一級一次試験の、えー、問題の大問4番ですね、作文問題についてその感想などをお話ししてまいります。はい、受験された方、ね、皆さん、いかがでしたでしょうか、この問題。はい、14ページですね、今回のトピックが Agree or Disagree で human societies will always have a negative effect on the environment というものでした。 ねまあ人間のこう社会活動というのが常にこう環境に悪影響があるかどうかというねえー、ものだったんですけれどもはい実はこの試験が終わった直後ですねえ投稿のツイッターアカウントの方でアンケートを取らせていただきましたで今回のトピック書きやすかったですかというね質問に対してはもう大多数の方が書きやすいとねえー、回答されたんですねおそらく皆様あのこの えー、環境問題についてはね、十分に準備がされていたので、まあ、あの知っている表現だとか、そのネタもたくさんあったのかもしれないですね。で、えー、さらに、アグリー、ディサグリー、どちらの立場で書きましたかというね、質問に対しては、アグリーの方が多かったですね、アグリーで書いた方の方が多かったです。 で、じゃあ、アグリで書いた方、まあ、どんなふうに書かれたのかなというふうに想像しますと、まあ、多分ね、今、あのまあ、グローバルウォーミングとかね、そういうのが問題になっていて、これからも人口が増加する、世界人口が増加するということを考えると、ねえー、その問題が、まあ、食料も足りなくなったりとかね、エネルギーも足りなくなったりとかして、えー、グローバルウォーミングも進むんじゃないかとかね、あとはディフォレステーションとか、そんな問題もあるでしょう、ね。そうすると、バイオダイバーシティのね、にも 影響があったりとか、まあきっとそんなことを書かれたんではないかなというふうに思います。まあそれはそれで、えー、あのいいと思うんですけれどもね。ただ、あの私がこのトピックを最初に見たときに一番気になったのがオールウェイズなんですね。このオールウェイズがなければ。ね、もう単にその、えー、社会活動が、えー、あの環境に悪影響があるか。まあこれだったら文句なしにアグリーで、ね、もう、えー、答えられると思うんですね。ですが。 Will always となると今後も常に always というのは100%ですからそこまで言えるのかなってだからこの always が入っているというのはやっぱり出材者の意図があったんだと思うんですねこの always を入れることによって disagree で答える可能性もまあ残してくれたんじゃないかなと。 まあわかんないですよ私のただね、えー、思っていることですけれどもあるいは、えー、もしかしたらディスアグリーで答えてほしいなというような思いももしかしたらあったのかもしれないです、ね、ですから、まあ、どちらにも答えられるんですが私だったらこのオールウェイズがあることによって いいいつもいつももじゃなよよと、とだから情報を使うことがでできるんですよね。まあ、確かにこうグローバルウォーミングとかねこれからも心配です。えー、人口も増加するし心配なんだけれどもだけれども例えばテクノロジーの進歩とかによってえ抑えることもできるんですよだから NotAlways ですよとこう、ね、部分否定で答えるということが、ね、できるのでなんかその方がかっこよくまとまりそうかなと、まあ、私は個人的にはね思いましたね。 はい、ですから、まあ、ディスアグリーで答えるとしたら、そうですね、テクノロジーの進歩というのがまず出せるかなと思います。ね、例えば、あのリニューアブルエネルギーとかね、今はまだいろいろ問題がありますけれども、この,あの技術の進歩によって、ねえー、将来的に、えー、もっと、ね、安く、えー、あの効果的に使うことができるようになるかもしれないし、あとは、あのー ね、コップとあの、なんですか、クライマットチェンジのえ国際的な会議ってありますよね、まあ、来月も、ね、エジプトの方であるようですけれども、まあ、ああいったあの世界的なレベルでこの問題を解決しようという動きがありますから、ね、将来的には解決できるんだと、だから必ずしも、ね、not a l w a y です、必ずしもずっと悪影響があるとは限らないですよというふうに、ね、まとめることもできたと思います。 はい、だからどちらでも書けたと思うんですが、まあ、アグリーで書いても、まあ、きちんとした、ね、あの裏付けがされていれば、それで、えー、高得点が取れると思うんですけれども、ただ、このオールウェイズを気にするとなると、もしアグリーで書くとしたら100、100%必ず悪影響があるよというのをサポートするのが意外と難しかったのかなというのが、えー、私の感想ですね。はい、よろししいでしょうか、まあ、あのということも関係するのかもしれないですけど、英検協会から出ている。あの 回答例はね、ノーというかね、デサグリーの方でね書かれていましたね。まあ、そういった取材者の意図もあったのかもしれないです。はい、それでは、えー、大問4番の、えー、作文問題についてはこれで終わりにいたします。他のパートについても感想動画を作っていますので、よろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。